絶対謝罪しないぞ。さあ、21は続いてる。エアジスピンチ。さあダウンしないの結構嫌ですね。そりゃそうだ、感覚違うよね、うんうん。さあ赤波動でしっかりダウン。出ない、出ない、出ない。よし、立ち手はないぞ。飛び込んで投げろ。おい、さあ ARG 技がわからなくなってくるよ。これぞストーン効果。今の投げ返し、切り返しうまいですね。さあ空中、これはスピオリーが近い。スライディング差しに行くが真空でしっかりガードさせて時間を稼ぐ。なんでしたね。さあツイート、おい、見えた、見えた。今のまあなんか今日行ってから打ったっていう感じもありますけどね。そうね、歩き勝負だったら今の勝ちですね。そうですね、歩き大勝負。今のしながらの勝ち打ち、そうですね。さあ中中ただ補正切りというのができます。ガード確認から踏み込む、この男うまい。さあボス、ボスからは優しい。あそこはきっちり入れておくとよかったが、チャンファイヤー、おお、まあ少々シンク、そして二択から手がをしっかり割り切ってやつ。やさあ、違う違う、追い返す。さあ、大丈夫。これ、リーチかかっちゃった、この人。さあ、読み合いの究極二択の瞬間を逃したか。素晴らしいね。あったのはいい。ありがとうございます。はい、じゃあ、読み合いのさん、お疲れ様でした。ありがとう。それではね、次、音中に行きましょう。このまま、こちらの部屋が来るんじゃなくて、今見てくれてる方は2人部屋になってください。そこに入ってからしますね。僕のこと嫌いじゃなかったら頼んでください、皆さん。さあ謎は確認使え。さあ一応宇宙最強とか言われてるチンリでございます。 HD でも宇宙最強か見させていただきましょう。あ、見てこの僕の、まあ、人気ありますな、はい、入ってほしい人は手を挙げてください。さあ見えないっていう、ヨガーローさん、ユッティさんやりましたね。で、あとはこの人もやったんですかね。この人やったかな。3人の方って、いや全然いません。やってないですね。じゃあやってないですね。音中さん行きましょうか。あれ行きましょうか。いいやつ、ゴーキ行きましょう。そうそう、ゴーキ来ますか。スーパーセラとかなかった。ゴーキはホンダの上にカーソル。そうです、ゴーキいませんね。やっぱ日本人でゴーキユーザーいませんね。ゴーキはゴーキで、ね、またキャラとして成り立っても面白いですよ、はい、ゴーキ弱いんすか。いや、強いです。強いんですけども、X のような凶悪さでは決してないんで、普通に気絶しますし、ただ防御力が弱いです。紙成長なんで、ね、ちゃんとそれ定番になってるのはゴーキ弱いよ、ね、はい、ゴーキ使いこなせんと死ぬってやつですね。ピノリチとかも高いんですよ。すぐピオス、いや同じです。あ、ピオリチはピオリチはどう。さあ新スクリーンをしっかり使ってピオリチを稼いだらピオナイ。さあ中盤、じゃあシゲトモハリさん、おっとさあ大パンがキラキラで。かかったのはこの海方トウトウトウリン、トウリン、トウリン、トウリンさんですかね。超、あ、超人さん、超人さん、そうそうそう、千葉の県の方じゃないですか。超人はやばいですよ、超人ですよ。あー、ちょっとやられてるからだと思います。超人ボールとかあるんですよね、パワーとか95万、そう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 、すごい負けますよ。で、みんなとりあえず、プロじゃないけどね、さあ、しっかりやって、ずっと中に来たときだいすね。あのさん、抑えてほしいな。カード持ってるぜ、今見てからとか言うから、見てからとか、ARG、抑えてほしいらしい。この県の方は若い、まだ大学入ったばっかりぐらい。さあ、じゃあ、こう若い人とやるのはなかなかいいですね。こう若いエキスを吸い取るみたいな。表現がちょっと、ちょっと晴れてたね、表現が晴れんじゃねえ。ただしからぶったのチラシ、しっかり踏み込むチラシ投げ、いやらしいことまだ。さあ基本は変わらず弟準備。さあ一文字、一文字昇竜はこの人とかぶる。さあ弟チンは待ちモード回ってきてる、仕掛ける、しかしその切り返す。さあ転生で決まって1本目取ったの、一試合目取ったのは弟チン。仕込み波動に立つのってトルコ軍で倒せる、それは別にできますけど、大体パンさあ2試合だ、受け付けが短いですよ、うん、できますけど受け付け短いです。空中でヒット判定が残ってる技があるんですかね。大丈夫。さあ2試合目、超人3人に化け物途中さあ音中よく見るとこのスーパーカラーの注意を使っている、その気持ちはよくわかる。俺もスーパーカラーは好きだった。
三枚取りだよ。チワシチチュー。チャチャチュー。一応まあ十まあ三時間で録画できるので三時間を目安にしてます。4時からだから7時の予定。はい。今18時24分ですね。あもうちょっと。はい。あと30分です。いいもうそんなもん。はい。ああ、そっか。猫足さんは HD やり込んでますよ。強いですよ。まあせっかくのこの調子でやってみますか。一回昭和さん入ってもらう。ちょっと。昭和さんで。昭和さんで。今、何やってんの？さっき普通になってもらって。で、さっきの、サインマシンの声は。ペロペロ勢。まずなじみないですもん。ちょっと、俺出してみるよ。今のね、溜まってたら鮮烈が入るんですよ、皆さん。これは全然楽しくやりたいんだけど、もうちょっと実況の話してたら、雑談みたいな予告がしたら、はい、はいはいはい、分かりました。さあ、音中真剣です。ネットワーク対戦、素晴らしい試合で、今も試合しか読めなかったです。そういうなんか環境の部分とか結構みんな知りたかった。はい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 。わかりました。じゃあそれで、もうちょっと雑にいきましょう。あ、それでいいですけど。そう結構見てる人歩き戦略脚わかんないって方がいると思うので、歩き戦略脚ってどういうものなの？これ戦列は入力した後レバーを前に入れたままずっと持続できるんですよ。なんていうんですか、チャージをためようっていうか、ボタンを押すだけ、ボタンを押すだけで出るんですよ、いつでも。後ろため前後ろ前で前を入れっぱにしてるってことですね。そうですね、はい、斜めあるいは斜め前ですね、うん、レバーを前方向どこでも構わない、前ジャンプしてもいいし、垂直一瞬してすぐ前に戻しても入力は持続するので、まあ、受け付けが長いというか無限なんですね、うん、ずるいと。そういうことで、たまにだから飛行機打ってるのも後ろため前パンチ後ろ前で入れて戦略打ったりとか。そうですね、もうできる、飛び道具打ちながらも敵穴が出るという、もう最悪の。そう、まあまあ連携です。連携、うん、また、みんな説明うまいな。そうだね、もう俺もそう思う。じゃあ弟さんの昭和さん部屋立ってもらって、わかりました、はい。チュンリの中でこの最後これめちゃくちゃ変で、どれぐらいですかね、まあスクリュー、弱スクリュー一発分ぐらい減りますね。まあ、そうですね、その時だったら皆さん暴れてください。あれが補正切りですね。本当に、はい、受け身の判定よりも死亡判定優先なんです。本当にやん、ペロペロ。チュンリーの無限っていうのはチャージが無限だったあの受付無限です、ね、そうですね、受付自体は無限、ずっと持続で前の方をしてくれます、はい、一応確認で相手側が弱パンチとか技振って順次がガードモーション取らなかったら持続してるって考えた方がいいです。おっせーわピロニャ弟って。もっといじってください。これ最終試合かな、俺も皆さん見てくれてるの。そこで3試合終了ということで、はい、超人さんありがとうございました。今は早かったでしょ。はいはいはい、はい、じゃあもう1試合、もう1試合行きましょうか。じゃあ中田翔吾さんの、中田さんどっちだよな、統計の方が面白いの、ね、中田さんの統計に、あの兄さんの、さっき待った中田言ってもらいたいな。そうだ、ね、ちょっと、うん、あの最後は友達やろうかな。中村拓司、この面白いところまで行きましょう。中村君行きますか、うん、あでも中村君すごい、まあ、いいですかね。中村君いいのかな。いいよ、もういいよ。じゃあ中村君じゃあ行きましょうか。あの実機材でもね、うん、トップクラスのキャミ使うとし有名なトップクラスイケメンとしてね、中村 T、はい、さあ行きましょう。アバターが本人っぽい。見に来やろ、たけしさん見に来やろ。でもあれだな、通信環境よりね、ピン14だもんね、関東圏の。頑張ります。中村くんテロップ。なんでよ。あやっぱりキャノンスパイクは真上に伸びてますね。そうだね、ピンクの数字って、1000で1秒なので、はい、14だとぴったり1グレームぐらい。あ、そうですね、そうなんですか。全然知らなかった。感覚で、ああ、少ない、こう、もうな、ああ、そんなんでいいと思うんですけど、実際ね。うわー来た、中村キャノン。中村キャノン、今ねえねえ。チュンリの踏み込み中足を狙うのうまいんですよ、中村君のキャノン。自分とやってる時も、バルログの爪とか普通にキャノンで買ってきますね。しかも、ちょっと似てからっぽく、うん、
見てたら見てたら突然反応がするもんでね、こうなっちゃう。おぉかっこいい、目指す逃げていいよ、死にたさあ、たまっちゃったよ。うまいですね、この辺がうまいね、なんか乗るね。おぉすごい、おぉいいね。横つけて、おぉあーおい、さすが、お父ちゃん。あぁー、中村 T 強い。あー、リーチですね、これで。リーチですね、あるぞ。なかなか友情壊すよ。友情あったのね。ブロンズ戦と降格やん。本当にすみません、ブロンズ戦だった。車線兄弟嫌やな。車線兄弟なんか芸人みたいですよね。どうも無料だけですよね。なんか川本さんこの下もんで3兄弟が車線に行くのか。おぉ来たーさあ、なんかわかる、焼いてもらう。でもそれが、なんかだ、いいぞ。激しい。まあ、粘り強いな、おとちゃん、やっぱ。うわ、減る、減る。あーすげえ、リッチ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 。これは多分今のはおとちゃんちょっとぶっつんすね。おとちゃん怒った。おーっと、これ下がるぐらい。おー、いや、あ、まあ、3連勝だよ。まあ、2連敗しちゃったと思う。03か12か、結構大事だと思う。03か12って大事なんで。大事です、大事です。で、本来…あ、もう、すでに1位だと思って。はい、なんか、逃げ出した気持ちってのも多少ありましたね。まあ、いわゆる泣きの1回です、ね、ラジオ。うわ、怖いな、この子やってることは。おとちもいい顔してる。これですね、ちょっと隙が大きくなりましたね。さあ、前段入っちゃった。スピリバードするぞ。おっと、おっしゃおっしゃ、声が出てきた。うわぁ、平成冷酷豊か中村。これ一勝したら、この後やってるの勝ち込むって言うんですよね。最後勝てばいいラグナインで行きましょう。おぉ、綺麗。これだから負けないと思うんだ。うわ、綺麗にダウン取ってるな。全然仕込んだけど、できなかったですね。うおぉー、怖ぇ、こんなに。結構、めっちゃ歩くなだね、うん、強化なんかもしれない、ある意味は。ロト中3連勝でかい、ロト中には、うん、スターハイだと負けですよね。そう、スターハイだと負けやんね、うん、おっと、うん、おとちゃん、あーでも元祖見てたら、なかなかと圧勝で、この6段目は止まってました。これ3段目リアル3段目。どうも皆さん、申し訳ありませんでした。あ、おとちゃん、おとちゅんをこんだけ圧殺するのすごいね。すごい、サンドバッグ。じゃあ次はアニケンスで、あと1周ぐらいですかね、これね、いいとこ、今日の対戦。